無残に父親を殺されて、誰も俺たち親子のことを救ってくれなかった。ずっと見てきたんだ、おふくろが苦労してんの。俺はおふくろのために警官になると思ったんだ。だからその思いを分かりたくもないに、自分の不幸を言い訳にするような野郎のことなんか、俺は俺のやり方で決着をつける。決着？待てよ、匠、いい加減にしろ。おい、何やってんだ。やめんか。おい、お前本気で犯罪者になるつもりか。お世話になりました。匠、왜 이렇게 손님이 없지？오늘 날씨가 너무 추워서 그럴 거야。이현아쟤！이거 보세요！이거 보세요！이게 나야？이현자 쌩쿠라고 쓴 거 맞죠？ 이 가게는쉔쿠간부가하는가게고금메산이전부야쿠자의자금이타고있다고。어야이정야이정안돼경계자와왔다야아이고야아이고いいの？勝手に出歩いてパパに言いつけちゃおうかな。お前は何でも親父頼みなんだな。その記事もどうせお前が親父にねだったんだろう。私は目障りな女を消す一番効率のいい方法を使っただけ。빨리일어나언니정말너없으면안되는거알지야제발눈좀떠봐大丈夫だ大丈夫그자식은안오나알고있었죠그사람이쌩쿠당신과한패였다는거이젠아무도못믿겠어어쩌면처음부터당신이하라는대로했었으면훨씬더편했을지도모르지그런약한모습
정신답지 않아. 나에 대해서 뭘 안다고. 여기로 가봐. 일본 최고의 심장외과 검진이 있는 곳이야. 당신 동생이 낫기를 진심으로 바래. 父さんの仇だけは。 말이 가다 미로
近くにいる不審者は全て拘束しなさい。あんたの仕業か。ああそうだ、殺人予告があったと警告した。どんな手を使っても阻止してやる。